ーちゃんは別にも。でもはーちゃま的にさ、なんか、うん、一緒にやりたいとかってある？なんかじゃあ最初は社員のはーちゃま一人でできるマンって感じだったの。うん、そうだね、感じだったんだよ。いやでも最近はいいな、あ、悪金建設、あ、知らない建設、あ、いいな、あ、いいな、うさだ建設、あ、楽しそうだ、あ、いいな、感じ。変わった、変わりました。もうなんかあれだよね、一人でやろうと思った結果寂しくなっちゃったよな。そう、そういうこと。でもなんか一人でやる楽しさもあるけど、一緒にやる楽しさもあるからね。そうなんですよ。知らない建設って、うん、何人ぐらいだっけ？知らない建設今はね、4人だけど、面接待ちが1人って感じ。え、面接終わったら1人？そう、面接今ね1人、ま、待ち。え、マジ？え、誰か入るの？また新しく。あ、そう、ナエルがね面接待ちしてる。あ、なるほどね。で、ハーちゃまは早く誰誘うとか目星つけないと、そうやってね、どんどんね、いなくなってっちゃうんですよ。でも、どうする？逆に、ハーちゃま建設入りたいって言ってくれる人を待つのもあり。なるほど。うん、なるほど。待ちは良くない。まあ、待つのは自由だからね。けっ、よく言うぜ。そう、イングリッシュで誰か入ってくんないかなって思う。お、いいね、仲いい子がいたら声かけてみるのもありですよ。え、どうやって入れたの、ふーたんは。どうやって？私は基本的に勧誘したの、トルカしか勧誘してない。どうした？勧誘してない。あ、勧誘してない。スイちゃんはインターン希望で入って、シラケン入らんかって言ったのはポルカだけで、ミコチはなんかもともとなんか魔王軍みたいなのやりたいってやってて、でなんかそこ入るんだったらじゃあシラケンも入んねえよって言ったら入るって言って入ったから、あんま勧誘って感じじゃない。なんかさ、そのマイクラ以外でもさ、シラケンってさ、ゲームしてたじゃん。うんうんうん。それがさ、そのなんていうの、仕事以外でもさ、遊んでるこうあれみたい、なんていうの、修学旅行じゃなくて、なんていうの、社員旅行みたいでさ、うん、よかった。感想。社員旅行みたいでいいなと思った。なんで、はーちゃんももうシラケンに入りたいってこと？え、違うよー。違うよ。まあ、何か依頼があればね、ハーチャマ建設の方に言ってもろて。ハーチャマやっぱ白犬入りたいのかな。依頼だよ、依頼。ハーチャマ建設依頼があれば、まあね、うん、給料次第だけどやろうかなって話よ、うん。まあ依頼することはないと思うけど。なんでだよ。してくれよ。ハーチャマなんか人で困ったら呼んでくれてもいい。派遣でお手伝いするんで。